モジャイスクの新制度を、モジャイスク市街地モジャイスクは、ロシアモスクワ州のこと。モスクワの西へ1 1 0トルの距離に位置し、モスクワ側とモジャイカ側の合流地点にある。モスクワとスモレンスク、ポーランドを結ぶ東西方向の商業路の、また、ノブゴロドやトベリと、ロシア南部とを結ぶ南北方向の商業路の中継都市として発展した。2002年の調査で、 人口は3万1459人。文献で最初に存在が確認できるのは1231年であり、その時にはチェルニーゴフ公ミハイルの領地としてであった。モンゴルの攻撃の後、スモレンスク公国の所領になり、1303年にモスクワのユーリーにより攻め落とされ、モスクワ大公国の支配下に入った。しかしその後、 14世紀半ばにはルーシエ勢力を拡大したゲディミナス朝リトアニア大公国のアルギルダスとの間で激しい争奪の対象となった。1493年までモジャイスク港には代々のモスクワ大公の弟がついている。モジャイスクはモスクワと西方を結ぶ商業の町である一方、西からモスクワへ攻め入る外敵に対する防御の場でもあった。 17世紀初頭の動乱時代には、ロシア・ポーランド戦争が起こり、モスクワへ攻め込むポーランド・リトアニア共和国軍に、蹂躙された。ポーランド軍追放のために立ち上がったドミトリー・ポジャルスキー・ヒキるル・義勇軍は、1612年8月21日から24日に、かけ・モジャイスクで、ポーランド・リトアニア軍と戦闘を行った。1812年ロシア戦役では、 1812年9月7日にナポレオン・ボナパルト率いる大陸軍とロシア軍とのボロジノの戦いがモジャイスクの1 2トル先のボロジノ村で起こっている。ナチスドイツとの間の独ソ戦ではドイツ国防軍は1941年10月16日に多大な犠牲を払ってモジャイスクを占領しモスクワ手前の最終防衛線までの進路を切り開いた。 その後1942年1月20日には赤軍が奪回している。モジャイスクのクレムリンには14世紀初頭に最初の石像の聖堂が建てられた。この聖堂は1849年に解体修理をされている。1814年にはこれよりも大きなゴシックリバイバル様式の赤レンガの大聖堂が建設された。その他、聖ヨアキムと 西安ナ聖堂は15世紀初頭に建設された聖堂をもとにしており、部分的に15世紀当時の姿を残す。聖、ペラポントが1408年に開設した修道院も重要な見どころである。ありがとうございます。